核兵器廃絶国際キャンペーンは各国政府に対して核兵器禁止条約の交渉開始支持のロビー活動を行う目的で設立された国際的な運動の連合体である赤のピースマークで弾頭がへし折られたミサイルのイメージがシンボルになっている ICAN の人道的制約に対する各国の姿勢制約に賛同し承認制約の支持を表明 不支持不支持核保有国との同盟を理由に不支持を大国に加え NPT 批准の核保有国、核保有国とみなされているイスラエルを含む2005年5月の核拡散防止条約再検討会議で成果が得られず、反核運動家の間に危機感が広がる中、核戦争防止国際医師会議のオーストラリアの会員が地雷禁止国際キャンペーンの主導で1997年に 対人時代全面禁止条約が成立したことに着目し、2006年9月の1分は世界大会で核兵器禁止の条約づくりを提案した。同大会に出席した広島市長の秋葉忠都氏が協力を表明し、秋葉が会長を務める平和市長会議が最初の賛同団体になった。条約づくりの取り組みの拠点として2007年4月メルボルンに、 事務所が開設され、アイキャンが発足し、各兵器禁止条約の採択などに貢献した。その後、2017年にノーベル平和賞を受賞した。2017年現在、101カ国で468の提携組織が活動している。2017年にノーベル平和賞を受賞した。同年12月10日のオスロでの受賞式では、事務局長のベアトリス・フィンと。 組織の一員で、広島市出身の被爆者でもあるサーロー節子が演説を行った。長年にわたって、核兵器の廃絶を訴えていた被爆者らなどが受賞を祝福した一方で、エコノミスト氏のように、実効性の面から受賞の妥当性に疑問を抱く、声もある。2017年12月6日、長崎大学核兵器廃絶研究センターは、 事務局長のフィンが翌月長崎を訪問すると発表。2018年1月12日から18日フィンが来日し、陸な主催のシンポジウムでの基調講演、長崎原爆資料館での長崎市長、田上副福との会談、広島平和記念資料館訪問、被爆者との会談、与野党の国会議員との討論集会出席、総科学会総本部訪問などを行った。 首相である安倍晋三との会談を希望していたが、日程の都合がつかず実現しなかった。これに対しフィンは、日本政府は橋渡し役を担いたいと言っているので、話し合いたかった。大変失望している。次の機会に期待したいと述べたが、首相が欧州歴報から帰国したのは17日の夕方であり、18日は、 午前から日豪首脳会談の関連行事が控えており、与党内には面会を断られる姿を演出するために要請してきたのでは、との声もあった。また、フィンは来日中の広島市における講演で、核兵器禁止条約に参加しない、日本政府を合理的な国際社会から足を踏み外したとして批判した。唯一の戦争被爆国である日本が、 条約に反対していることに、広島、長崎以外で同じ過ちが繰り返されていいと思っているのではないかと指摘し、被爆地と日本政府の隔たりは大きく埋める必要があると訴えた。16日に東京都の日本記者クラブで会見を行い、日本は国際社会の仲間外れになりうると、各兵器禁止条約に日本が参加していないことを批判した。 会談の要請を受けなかった安倍首相については条約に署名したからといって同盟国との関係が崩れることはないと条約批准の必要性を訴えた。また日本が条約に参加するための問題点を検証する委員会の設置を提案し国民を含めた幅広い議論を呼びかけた。以下の組織などを国際的な提携組織としている。また 日本における提携組織は、ヒューマンライツナウ、核戦争防止国際医師会議日本支部、ピースボート、核戦争に反対する医師の会、プロジェクトナウ、日本原水爆被害者団体協議会である。国連における核兵器禁止条約の成立への貢献。A、プロジェクトナウハット ABCD 日本大百科全哨、コトバンク。2018年10月13日閲覧。 ABCD 知恵造ミニコトバンク。2018年10月13日閲覧。デジタル大線アイキャンコトバンク。2018年10月13日閲覧。キャンペーンオーバービュー。インターナショナルキャンペーン2アバリッシュニュークリアウェイポンズ。2017年10月7日閲覧。ABCD アイキャン創設者各禁止の後押しに平和賞に至る同定。 朝日新聞、h t t p w w a s a h i c o m articles、アスコーブ 666GFKB6B03PHTML2017 年12月18日、閲覧。朝日新聞掲載、キーワードことばんく。2018年10月13日、閲覧。コンタクトアイキャン。 インターナショナルキャンペーン2アバリッシュニュークリアウェイポンズ2017年10月7日閲覧ノーベル平和賞受賞式核兵器の終わりの始まりに引く禁止条約すべての国でアイキャン事務局長とサーローさん演説新聞赤カハタ2018年10月13日閲覧核兵器はなくせるアイキャン国際運営委員の川崎さんが 新著神奈川新聞ニュース2018年10月13日、閲覧。キャンペーンオーバービューアイキャン公式サイト各、兵器廃絶国際キャンペーンの概要各、兵器廃絶日本 NGO 連絡会、アンターナッショネルカンピンツーアバリッシュニュークリアウェイポンズ、ノーベルリクチャー、ハット AFP 時事通信社、ロイター、共同通信社、AP 通信、アンチ、 ニュークリアキャンペーンアイキャンアウーデド、ノーベルピースプライズ。2017年10月23日閲覧。エコノミスト。ディスイヤーズ、ノーベルピースプライズリワーズ、エーナイスバットポイントラスアイディア。HTTPS、WWW、エコノミストドットコム、ニュース、インターナショナル、2173万75億。 バニングニュークリアウェイポンズウィルノットドゥーマッチアドバンスコーズピースイヤーズノーベルハットアイキャンフィン事務局長来年1月長崎へ毎日新聞2018年1月30日閲覧被爆者人力で各禁止条約生まれたアイキャンフィンさん長崎で感謝の講演東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュナショナルスラッシュリストスラッシュ201801スラッシュ ct2018014020102.html2018 年1月14日閲覧ノーベル平和賞アイキャン事務局長が長崎訪問。 毎日新聞。2018年1月30日閲覧。ウェブ特集。ノーベル平和賞アイキャン事務局長が見た。各都、日本。日本放送協会。2018年1月30日。閲覧。各兵器禁止条約国会で議論を。アイキャンのフィン事務局長。国会議員と討論集会。広島。毎日新聞。 2018年1月30日閲覧。そこネと、アイキャンの事務局長が総本部を訪問。総科学会。2021年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月30日閲覧。AB17 日午後に帰国。首相が恋茶を多能表、千家の初釜式で、束の間の息抜き。産経新聞。 http://www.sanki.com コロンススララッッシシュュスラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ180117スラッシュ plt1801170034-n1 ドット html2018 年1月18日閲覧安倍首相、来月を収録カ国歴法へ、共同通信。 https://dis.kiji.is/3140041877620829132017 年12月14日閲覧 iCanJapanesehttps://twitter.com/.nuclearbanjp status 95計2665兆2731億613万29922018年1月14日閲覧。核兵器廃絶へ、希望、活力が、武器アイキャン事務局長、広島で若者に、朝日新聞。 https://digital.asachi.com/.articles/.ta3s13314775.html.rm="1502018 年1月16日」、閲覧。ノ <noise> ーベル平和賞のアイキャン事務局長の来日、安倍政権批判目的だった主要運営団体は、ピースボート。 http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ180122スラッシュ w r 1 8 0 1 2 2 0 0 0 7 7 n 2 h t m l 2 0 1 8年1月26日日閲覧。イキャン事務局長が広島で講演。共同通信。https j p ロイター e r c o m アーティクルイジップ二千十八兆百十五億百万千九百五十九イルイコールレイ二千十八年一月十五日閲覧アイキャンの事務局長各兵器禁止条約めぐり日本は国際社会の仲間外れになるアン https コロンスラッシュスラッシュニュース .tv-asahi.co.jp ダッシュスラッシュニュース インターナショナルアーティクルズ 000118832HTML2018 年1月17日閲覧 AB パートナーオーガニゼーションズインターナショナルキャンペーン2アバリッシュニュークリアウェイポンズ2017年10月23日閲覧ありがとうございます